つ森。年末の大掃除すべてやり終えたような気になっていましたが、やり残していた箇所を発見しました。カッペイのお皿です。アップデート後ほとんど変わらない体勢で2ヶ月間待ち続ける人生でした。肉眼ではあまり確認できませんが、雨水や塵、埃などが溜まっています。じわじわ来るこの状況、カッパをはたいて年を収めるシュールな大晦日となりました。いつを境にクリスマスが悲しいイベントになったのか、窓の外から幸せそうな家庭を見つめるちゃちゃ丸です。人生人それぞれ、他人と比較してはいけません。執着を生んではいけません。ただ背中からは哀愁が伝わってきました。そしてやってきました大晦日です。こたつを囲みながら全員でゆっくりと年を越していこうというところ、来たる2022年に向けて門松やすごろくも準備されています。クリスマスを忘れてサンタコス、やはり未練が捨てきれませんでした。あつ森、大量のカービィと年を越していきます。部屋の情報量もかなり多くなっている。カービィ柄のベッドからはカービィの匂いが香ってきます。カービィの匂いとは、キッチンではほとんどトマト料理しか作りません。マキシムトマト、体力は全回復しそうです。トイレに逃げ込んでもカービィが投下してきます。逃げ場は全くありません。推しに囲まれながら推しをめでていく人という字に近い。最後までおたかつに余念がありません。ピンクに囲まれる人生、初夢まで侵食されそうです。あつ森、ブラック企業タクミライフ、一体何件別荘を作れば終わりになるのか、全く仕事を納めできる未来が見えません。大晦日も東奔西走、労働基準法は本当に機能しているのか。ここで逃げ出した。半ばバックれるような格好で力ずくで仕事を納めていきました。あつ森、1年で最も大きな仕事を終えたサンタクロース、年末年始はかなりだらけているようです。象徴ともいえる赤い帽子と服は完全に脱ぎ捨てています。やはり着心地が悪いのか、真っ白なヒゲもつけるタイプのものでした。子供の夢を一瞬でぶち壊すハッピーセットです。返事がありません。ただの屍のようだ。くしくも海パンの色は赤とは真反対の青です。世間のニーズと自分の好きなものは往々にして異なるもの、これが社会人のジレンマです。子供たちの夢のためにかなり無理をしていました。あつ森、風に乗って食べ物が届きます。フーバーイーツ、年越しそばを注文しました。この匂いは間違いありません。すぐ近くまで来ています。あとは M 力しっかりと打ち落としていきました。延命や長寿を願いながら、家族の縁が長く続くようにと祈りながらそばをすすろうというところ。絵に描いたような大晦日、豚骨ラーメンです。まさかのオーダーミス、微妙な大晦日になりました。あつ森、今年1年最後まで口が悪かった。あつ森、一夜限りの復活となりました。都の楽器遊び、演奏者はおばあちゃんです。ブランクを全く感じさせません。この軽快な足運び、次から次へと楽器を乗り換えていきます。新曲ケケロイドにも難なく対応。心なしか骸骨やタヌキも喜んでいるように見えます。本来は楽器でないものさえも楽器に変えてみせます。まさしく音の魔術師。体力の衰え、何それ美味しいの。高齢者とは思えない打楽器の演奏、熱量がこちらにも伝わってきます。最後はドラで年を越す、良いお年を。